トライリーは 3D プリンターで出力された金属製のロケットエンジンである。カリフォルニア大学サンディエゴ校の学生が NASA が以前に検討した GPI 試作技術と直接金属レーザー、消結法による製造プリンターを使用して2014年2月の時点において UCS ドの学生たちは NASA 以外でこの大きさのロケットエンジンを 3D プリンターで製造した初のグループである。トライ・ D エンジンの費用は 6800US ドルである。トライ・ D ロケットエンジンは出力されたロケットの構成要素の実用性を調査するために NASA のマーシャル宇宙飛行センターとの共同で設計、製造された。重量 1.33kg 未満のナノサットやキューブサットを打ち上げ可能な打ち上げ機の 第三弾の動力のために設計された。トライ D は全長約17.7センチメートルで重量は約4.5キログラムである。コバルトクロム合金粉末からできた。推進剤はケロシンと液体酸素である。エンジンの水力はおよそ210両ポンドである。ギズマグによれば噴射装置は燃料、酸化剤から酸化剤燃料の構成で。 外側の二つの燃料ウリフィスは、内側の二つの酸化剤をリフィスに収束するとされる。エンジンは再生冷却ジャケットを備え、エンジンノズルが燃焼中に加熱することを緩和する。燃焼器は推進剤が燃焼器内の中央部で燃焼することにより、できるだけ内壁から離れて熱を生成し、同時に低温のガスでフィルム断熱される。エンジンは直接、レーザー、 消結法と称される GPI 試作機と製造サービスプリンターを使用して製造された。印刷工程では、クロムコバルト合金の粉末を薄い層状に広げ、コンピュータ制御によるレーザーでエンジンの構成要素の断面を溶融して固める。一層の作業が終われば、次の層を広げて完成するまで作業を繰り返す。形成に寄与しなかった金属粉末は除去されず、 印刷工程で支持材の役割を果たす。最終的に降下して洗浄後、組み立てられる。燃焼試験はいかなる問題もなく、モハーベ砂漠で実施され、水力2百0両ポンドに到達した。チームはこの成功は、通過点に過ぎず次の段階では、より廉価な推進システムを開発して、宇宙の商業化が可能になると主張した。3D プリントで製造された、 噴射装置の試験は、従来の製造方法で製造されたエンジンで試験が実施された。2014年8月22日に噴射装置の試験を実施し、エンジンは水力2万重量ポンドを生じた。グループが開発中のバルカン I と称するロケットエンジンはトライディの2位のあだ名で呼ばれる。ありがとうございます。